んたちがやるよ。多分お母さんより年上だけどね、ごめんね、お願いします。それで、今日これから、私たちスカパラの東京スカパラダイスオーケストラのコピーをしてまして、なのでスカというリズムをやってるんですけど、日本人には意外に馴染みが少なくてですね、まずそのスカというものを皆さんと一緒にこう体を揺らすことを始めたいと思います。その前にちょっとね、まだ11時ですよね。ちょっと遅い日曜日の人たち、日曜日遅い人たちはね、今起きたところだなっていう人たちもいるので、体をちょっと動かしていきたいと思います。なるほど、失礼。はい、皆さん深呼吸しましょう。はい、深呼吸。私は毎日こうやって職場で体操をしています。なので皆さん従ってくださいね。体をほぐしていきますよ。はいはい、もう一回深呼吸。はい、もう一回深呼吸。はい、そしたら今度は手を前に出して、グーパー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 、だんだん速くなります。グーパー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 、はい、ありがとうございます。このグーパーは使いません。必要ないんですけど、ちょっとやってみました。ですけど手を前に伸ばすのやります。はい、両手を前に伸ばしてください。みやちゃんちょっと前出てさ、みんなに示して、はい、両手を前に出します。そしたらば交互に腕を上下にします。これ無理やりやらしてるけど、曲が鳴り始めたらなんとなくこれになりやりたくなるような音楽がスカです。なのでちょっと音楽に乗せていこうと思います。皆さんお願いします。パッ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 
皆さんとお客さんたちと私たちと、このステージ今それを踏まえて It's a small world
とうございました。皆様ご協力いただきありがとうございます。そして皆さん優しいですね。このスパパラとビアフリーは皆さんの優しさでできています。そして、皆さん今日はですね、私もまだ全部回りきってないんですけど、フードのスペースとかフリーマーケットのスペース素晴らしいですね。すごく美味しそうなもの、飲みたいもの、ビアフリーなだけにビールたくさんございますよね。皆さんぜひともお買い求めの上、一緒に騒ぎながら楽しんでいっていただければと思います。私も、ただいま勝手に宣伝しますが、サンムーンコーヒーさんいただいてます。大変美味しいございます。ですがサンムーンコーヒーさんだけじゃなく、他にもいろんなコーヒーショップさんがある。あ、ビールも飲んでる。そうですね、ビールとコーヒーで乾杯します。そして皆さん今お手元にはないと思うんですけども、ここで一発乾杯をしますので、皆さん、我々のことは見てもらうと嬉しいんですけど、まあ、あくまでも BGM だと思ってもらえば全然それでもいいんで、会場内散策したりいろいろ買い歩いたりしながら、それは持ち込んでここで一緒にみんなで食べたり飲んだりしながら騒いでいきましょう。じゃあ準備いいですか。皆さんお持ちの方は お手を拝借。違うんだ。ちょっとすいません、病み上がりなんで日本語忘れちゃってます。いきます、乾杯。Thank you.
氷結の CM で使われているスカパラの曲ですよね。でこの曲実は20年以上前にリリースされた曲、しかも我々も実は20年もやっててこの有様です。最後のテナーサックスソロ、堀さん。ちなみに堀川さんは吹奏楽やってたわけじゃなくて、一緒にスパパラやりたいって言ってサックス持ってきてくれて10年ぐらい経ちました。皆さんも好きが高じると10年ぐらいすればこのぐらい吹けるようになります。そしてですね、ちょっと私事を言います。私は中野実業高校の吹奏楽部なんですよね。で今日立志館の、子供、お子さんって言っちゃいけないな、立志館の生徒たちが軽音部がやられるということで楽しみにしております。そして、高校を卒業しても20年ぐらいのらりくらりやってるとこのぐらいはできるようになりますので、皆さん安心してください。楽器は続けましょう。ノーミュージックのライフです。はい、と言いながらですね、このバラ公園にちょっと今日はねバラが咲いてないんですけども、バラが咲いてる時期にまたちょっとやってみたいなというような、スカパラのエキゾチックな違う日本的な曲を披露したいと思います。この曲を野外でやるのが僕は大好きです。僕のために聴いてください。花吹雪。
した。バリトンサックスソロ、マキロ。若干23歳か24歳。我々がバンドを始めた頃にはまだ歩いてなかったかもしれない。そんな若い彼も我々の仲間に入ってくれて、僕は嬉しい。ここでもっと若いのがいました。もっと若い、元気&カノン。元気なくなっちゃいました。こういう感じで自由にやってますので、入りたい方、あるいは一緒に踊りたい方はフロア空いてますんで、よかったらお越しください。まだまだ随時この日限りのメンバー募集中です。では、縁竹縄ではございますが、我々もだいぶ時間を押してきてしまいました。あと残り3曲をメドレーで行って退散したいと思いますが、さっきリハーサルを聞いてたことがあることは人は分かると思うんですが、3曲をメドレーで実施します。皆さん本日はありがとうございました。
と知らないところをこれから探索していきたいと思います。では一応形式上の最後の曲です。分かる人は歌っていただいて、分からない人はあ、こういう曲もあるんだなと思って、お帰り、あ、はい、インスタの話をお願いします。もう長く20年やってるんですけど、やるたびにあの SNS 何かやってないんですかって言われてて、めんどくさいから今までちょっとやってなかったんですけど、で若手がちょっとね管理してくれるということで始めました。やっと始めました。やってみたら、この宣伝曲見てください。あなたたちの QR コードに包囲されています。これは読み込んで帰るしかありません。読み込んで帰らないとここから出られませんので、そういう結界がはめられています。お願いしますね。
はい、ということで、私はどうでもいいと思ってますが、皆さんご興味のある方はよろしくお願いいたします。どうでもいいとか言っちゃいけなかったですね。では、ミラクルはまだまだ始まったばかりです。これからも、ディッシュカンド高校生の演奏があったり、ダンスがあったり、また他のいいバンドが出たり、騒ぎまくりでいけますので、皆さん一日楽しんでいきましょう。スパパラでした。本当の最後の曲です。真っ赤な太陽。我々は皆さんの助けに来ています。